あと私私文集法を食らったのかしら。 <laughs> 文春法ってことでもないですけども今朝発売の「文春」に私の記事が出ておりましたはい <laughs> ちょっとまあタイトルがね「はい、えまあ週刊誌」あ「あボロうけ」とは書いてない教科書の話なんですけども、まあ、ちょっと週刊誌ですからね多少チクチクというような見出しをねですから程よくいやらしいあの見出しになってるんですけども「12万部突破武田恒安日本史教科書でホクホク」って別にホク ホクホクじゃないんですけどねだってこれみんなボランティアでやって,やってますからね。で投資してます。投資してますこ。今年の分はもうライ今だって高校の教科書を作るのにですね、お金カンカン使ってますからね。全然ホ,ホクじゃないんですけど。 ホックホクでした。ホックホクでしたけども。あドンファン関係ないですからね。ドンファン、ここ注目しないでくださいよ。まあ、とにかくですね、でもやっぱ週刊誌から電話かかってくるとちょっとドキッとしますね。なるほど。い <laughs> ろんな経験あります。いや、別にあのやましいことはないんですけども、経験がありますからね。 例えば「週刊文春」ですとか「週刊新潮です」って事務所にかかってくるとですねちょっと心臓がね <laughs> 凍りつきそうになるというねことがありましたけども。でも最近ね週刊誌 この前はどこだっけどっけどかがの古墳のことを取り上げてくれましたしあ次は誰ですかって何でもうよく覚えてますねこれはの、まあ、あの教科書の件ですけどもね古墳教科書とね、えーまあ、取り上げてくれましたまあでもちゃんと取材をね1時間ぐらいびっちり、えー、取材受けましてちょっとタイトルだけちょっとお茶目お茶目っていうかチクチクしたあの <laughs> タイトルになってますけど中身はすごくね ちゃんとおー取材して書いてくれた感じでございますこういうのにね、えー、注目してくれた記者がいるというのかな、ねえー、ありがたいなと思っておりますこういう文集法だったらいくらでもくらいたいんですけどね以前から申し上げてますけどもいわゆるスキャンダルまあ、ちょっと玉木さんがねあれはフラッシュでしたっけ フラ,フラッシュ食らいましたけどねまあご本人は大方認めるということでしたけども、まあ、私もこれまでですね週刊誌いろいろとスキャンダラスなことを書かれたことがありますけども概ね本当のことが書いたやつがもうあればですねもうほとんどデたらめが書かれてるのもありましてねその程度の差はありますけどもねあることないことないことないことみたいにね書かれてですね、えー、びっくりするようなことも結構ありましたけれどもねでもまあ玉木さんもいやすごいですよねこの 完璧なタイミングで出してくるというねこれすすごいこですよねねあそうねこれ選挙の前じゃないんですよね。選挙の前だったら 選挙結果に影響が出たかもしれないわけけですけども別にあの雑誌というのは選挙結果に影響を与えたいわけではなくて要するに部数を売りたいわけですから分かりやすく言うとだからまあ選挙結果云々関係なしにここってタイミングで出してくるわけですだから玉木さんが最も注目されてる政治のねキャスティングボードをね握ったかのようなだってもう国民民主が玉木さんを捕まえたら 彼らの言うことが通る自民党が玉木さんを捕まえれば、えー、自民党の言うことが通るというまさにこのねでもう連日テレビに登場してもう今も完全に時の人ですけどもそこで文集法じゃなくて我々フラッシュかフラッシュ法炸裂ということになったわけですけどもあと乙武さんもそうでしたよね乙武さんの場合は都知事選に立候補するといったところで あれは文春だったか、なんだったかが火を吹きまして、以降そのものがお釈迦になったという。あれはもう選挙前でしたからね。選挙結果そのものに影響を与えたと。いうことでしたけどもね。あれだって。もうずっとこうネタを持ってるわけでしょここっていう時に出してくるわけで、もしそのここっていうタイミングがね、何年かずれちゃったら。使い物になんないネタもあるわけですよね。かといって早く出しちゃっても不発ですね。いや、このすごいですよね。 まあこういうの見てると結局すごいネタを持っておきながらもう何年も寝かしてるうちにねニュース価値がなくなっちゃってお蔵入りしたものも結構あるんだろうなと思いつつですけどもね「次は誰ですか?」ってああそうそう言われましたよ。明日のの週刊文春にに僕の記事が出るららしいっって妻に言ったら 「次は誰ですか?」って <laughs>「どこの女性ですか?」って言われましたからねそんな会話がねもう十何年も前にあったわけですけどもというわけでですね「武田鶴安チャンネル」の「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒安チャンネルでは毎週木曜日夜8時え日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね